えっと、ビズ。皆さんこんにちはテレビ東京報道局の豊島晋作です、えー、国際経済をテーマにした新番組世界経済ワールドエコノミーをお届けしていきたいと思います前回に引き続き今回注目する国はお隣の韓国です前回はですね韓国かつて通貨基金でもう国の経済がどん底に行ったとこから這い上がって今の強さがあるというところのお話をしてきたんですけれども今回は主に 韓国とスタートアップというところに焦点を絞ってお話をしていきたいと思います実はユニコーン企業の数日本よりも多いというところで何なのかその強さの秘密はというところですねでゲストは前回に引き続き大東文化大学の、えー、経済学部教授でいらっしゃる高安雄一先生ですよろしくお願いしますあよろしくお願いしますしそしてお二人目は日本で韓国専門のスマイルサービスを展開しているソウルヘアナビの代表田中正道さんですよろしくお願いしますお願いします そして、ハーバード大学卒のパトリックハーライさんです。よろしくお願いします。あの、アメリカ、日韓特使。特使、あ、そうね。辞書。辞書特使。前回は、あのね、韓国からの留学生がすごかったというお話。うん、日本人のハーバード留学生よりも、まあ、数も多くて。多い。勉強も相当してたみたいな話を。勉強も相当してるし、アメリカで、その後、成功を収めた方も。いる。っぱいいらっしゃるし、るまた、アメリカで、えー、も。 成功した分の,その財産とか人脈とか持って帰って韓国を盛り上げる友達も結構いるんですよ。うそのあたりのですかこう抜け目のなさっていうのはやっぱ日本人留学生より全然上だったりすするんですか,人にもるか、まあ、ハーバルにいらした日本人もすごいんですよ、間違いない。はいはい、でもそもそもそのハーバルに入れるぜっていう周りのプッシュが全く違うんですよ。 日本は、まあ、イスラエルの会でも話したんですけど、うん、内需で間に合ってる満足してる素晴らしい国なんですよ、うん、だから人口も多いしね億人,ぐらい人口も多いし市場も大きいし働き先もいっぱいあるし、うん、あの立派な文化もありますし,、うん、ますし韓国は国の規模が、まあ、日本に、えー、比べて小さい分だけやっぱり外に目を向けてるんじゃないかなと思うんです、うん、イスラエルはさらに小さくて全部外なんですけどそのやっぱり ハングリさの差はそういううういいいとととこころかから出るじゃなでですす違ね、うん、実際にあの今回はです、ね、韓国のスタートアップの、まあ、企業事情ということで田中さんに特にお話伺っていきたいんですけれども、はい、やっぱりあの韓国のこうユニコーンに立ち向かっていかなきゃいけない場面もあの実際企業を経営されていてあるかと思うんですがやっぱりその強さといいますかそのあたり海外市場を狙おうみたいな意識っていうのはやっぱり国内市場が小さいと。 やっぱり人口も日本の半分以下ということで、そういう意識っいうのはどうでしょう、韓国のスタートアップ、感じますかそうですね、もうまあ、最初から海外に向けてやる、サイトの作り方とか、ホームページの作り方とかも含めですね、最初からこう海外を意識した作り方、そして海外を意識したそのスタートアップのまあメンバー構成ですね、というのが違いがあるかなって感じますね、うん、そして田中さんがやってるソウルヘアナビというのは。はい、韓国に来られる日本人向けの親探し、サポートになってます。うんで この、えー、創業したのは、ね、2012年に、えーえー、10年前に作ったんですけれども、まあ、韓国は当時、あのまあ、不動産が街の中にあって、小,あのもう小さいお店で、もうおばっちゃん、おじちゃんがこう運営しているような、こう多くてですね、はいはい、でお店に行くと、特に日本みたいに間取りの写真があったりとか、うんうん、お部屋の写真があったりとか、そういった貼り紙は一切なくてですね、なないい行ってみるまでわかんないのこの部屋ナビっていうのを作って。ああ なるほどはい<え>実際に自分がこう、まあ、不便と思ったことをまあ作ったっていうのが最初のきっかけですそれは韓国人向けにもサイトを作ってるんですかでいやえっ、ー、と完全に日本人向けです、えー、あの後からこのチッパンっていうのがあの登場してくるんですけど、はい、チッパンですね、はい、ユニコーン企業ですね、はい、<laughs> 韓国のまさに不動産に特化したスタートアップチッパンはまあスマホまあちょうどスマホが登場してで不動産がこのまあめちゃくちゃなこの精度を綺麗にこう 正そうと,ちゃんと写真とか間取りとか家賃とか正確な情報をお届けしようというところでまあア,プリアプリですね、不動産アプリとして登場してきましたまさにこのリクルートのスーモみたいなところ、誰でもこう希望の金額とかエリアなどを入力して、その部屋を探していくというアプリということなんですが、実際そういうのが出てくると、先ほどおっしゃってたそたおじちゃん、おばちゃんがやってるこる町場の不動産屋さんというのは、結構、淘汰して潰れていくみたいな感じになったんですか。そそううででですね、ま、さにそうでして 韓国もちょっとまあエリアが分かられてまして、まあ、皆さんが知ってそのあのカンナムっていう、そのはい、はい、まあ真ん中にハンガンっていうのがソウルにこう真ん中に川があるんですけども、で上をそのとカンボク、下がカンナムっていうような形,形になってまして、でカンボクの方はほんと昔からいる動産の、ま地、あ、場の動産屋さんが占めてて、うんで、カンナムっていうのはこの若い動産の方たちが創業しているような形です。うん、で、このおじいちゃん、おばあちゃんたちも頑張ってですね、まチッパンに 月額、手数料払いながら、<ー>そこに掲載して、頑張ってますあの。チッパンは素晴らしいシステムなようなんですけど、<laughs> 同じことを先に田中さんがやってましたね。韓国に遺体から会社を作ったっていうのがきっかけで、うん、そもそもスタートアップとか、そういう上場とか、そういったのは最初から視野にはいりなかったのが、うん、これチャンスだと僕、<laughs> アメリカ人からめっちゃ詰められる。 数字だらけのものを見たら、ガーファの国からやってきたおっさんから詰められてますけど、あれが整理するぞと、スタートアップとして立ち上げなかったのは、うん、もったいないとしか思えないんですけど、そうです、今、戻ればそうしたかもしれないですね。そその時そのそういったパックンさんが、うん 10年前におっしゃっていただければそうなったかもしれませんでした、僕そんぐらいだから <laughs> 競争の激しさというか、もうガツガツ感を持たないと、やっぱりそのチッパンも相当こう競争があって、バーッと競合を飲み込んでいって、で町村不動産屋さんをもう一掃していくような、やっぱりそのぐらいの、どなたでしょう、高橋さん、そのぐらいの競争社会みたいなところあるんですか、あります、ありますあのもうもう、特に企業なんていうのはです、ね、もう競争の塊みたいなの、ねうんまあ、とにかくホワイトカラーの競争が激しいです。 でまああのー、もう常に入った時からずっと競争、競争,競争です、ね、これはだから敗れると何ですか大企業であってもこうリストラされるみたいなこともあるんですか そうですね。あのリストラされることもありますし、あのー、基本的に後輩に抜かれてしまうと、とやめなきゃいけない。もうやめなきゃいけないと。だから自分より年下の部下が上になると、儒<う>教的にその部下には従えないから、そうですそうです。退職する。退職するということなんですね。<laughs> <当>だからもう本当にあの競争競争競争で,で、さらにあの韓国の言葉で、あの四十五歳が事務の定年で、五十六歳まであの会社でいると給料泥棒だと。 盗賊だという言葉があるぐらいなんですね役員になる人はビルですけど役員までならなければもうみんなですね45歳とかですねもう50歳過ぎていたらですねなんでいるのって感じになってしまうんですそこまで競争が激しいだからちゃんとポジション本部長とかなってないと上にいちゃいけませんという無役で50代とかもうダメ無駄だとなんでいるんだみたいになるよなるほど厳しいですねでも。 まあそれは健全な競争だという考え方もあるでしょうし、これが元気な企業の源だという考え方もあるもですけどその一方、韓国は OECD の中であの65オーバーの方々の貧困率が1位ですよ、OECD の中で。なるほどね、ですからそのやっぱり 4 50歳代からリストラされるということは、うん、結局、その後結構苦しい生活が待っているわけです,ですね。まあ えーまあ、リストラされてですね、リストラされると大体起業するんですけど起業もうまくいかない場合が多いんです、うん、リストラされて起業すると大体うまくいかない場合が多いんですね、うん、そうなるともう貯金も退職金も全部使い果たしてですね、これで老後年金、韓国の場合年金もですね、全然手厚くないんですね、うん、それでもう高齢者になったらもう悲惨な生活が待っているということで、うん、まあ高齢者の自殺率も非常に高いですし<い>あの韓国授業の,あの 国でですね。で、まあ、あの親を上回という。そうです、はいで。で、電車とかになると、もうみんな結構ですね、あのー。 席譲るそのわ割には金銭的にはめちゃくちゃ厳しいだから、その席は譲るけど年取った時の年金の面倒は知らんとそういう任務でやだから、韓国の方ってとにかく学歴とにかく大企業に入るにはまずいい大学出なきゃいけないというもう絶対条件なのでパトカーが先導してでも受験は行くとただ、受験競争勝ち抜いて大学入るけどそこからさらにサムスンとかのキ a とかいろんな LG とかにすさまじい 競争があって、はい、でそれで少数が入れるけどそんどはさらさらにそこからスーパーピラミッドを上る競争があって脱落するともうどうなるか分からんという面白いですね。やり直しがなかなか効かない社で電車の中で年配さんに席は譲るけど会社の中の年配さんの席をすぐ奪う <laughs> っていうことねすごいですねだからなんですけどちょっとそれアメリカの焼肉教食とも違う世界観そうですね。まあそもそも アメリカ受じゃないから別年下が上でもいいから関係ない受業の不幸な面ですね、でもアメリカの方は年金は手厚いですよ手厚いの貧困層も分厚いんですが企業年金とか社会年金もしっかりしてるから高齢者の貧困率は。そそっっかか 割と低いんですよ低い、まあメディケアメディケイドとかあったりするとか。はい、そうなんですよ。<ー>割と、あの。最後の方は逆に貧困状態を目指した方が手厚いサービスが受けられるからいうう。まあ、そういう点も計算上の貧困もある,ですあるということなんですね。はい、実際田中さんどうですか。その、そういった韓国社会の伝統的な競争の激しさというのがある中で。まあ、スタートアップっていうのが生まれてきて。そういうスタートアップの人は、そういうなんかその儒教的な価値観。自分より年下がこう上に立つと、辞めるとか。 そういうい価値観を変えていったりとかそういう動きとかっていうのはあるもんなんですかどうですかそのたりそうですねやっぱりそのまあ儒教とか、まあ、上下関係で背景にはこうまあ軍隊に入ってあいいで軍隊を出てそこでこうしっかりこう上下関係とか、まあ、マナーとかを学ぶんですけどもそういったとこでまあ何だろう今おっしゃってたようなやつは特に感じないというかうんこううん僕はですねはい。 割と何ですか、うん、そのスタートアップ界隈においてはそういった伝統的価値観も少しですご変わってきてもっとフラットな組織というかそういったところも生まれつつあるところあるんですか。そうですねまあ昔と違ってま,まあまあもちろんまあ日本もそうですけども大企業とベンチャー企業ってまあまあ風通し風通しの良さとかあると思うんですけどもまあそういったところはまあ同じかみたいなものなです。うんあれほどですね、うん、そしてまあそういった中でスタートアップ韓国育ってきてユニコーンも多いということなんですけどこの 企業にスタートアップにお金がつくのか、まあ、いわゆるベンチャーキャピタルですね、はいまあ、いわゆるスタートアップがこうピッチっていうのをやって優秀なビジネスモデルだと思う投資家が思ったらそこにお金をどんと出すとで、その代わり株を受け取るっていうような仕組み、これ、韓国はどうなんですか、そのベンチャーキャピタルもやっぱりいるってことなんですか、こんだけお金がその背景にはですね、はい、政府の支援策が非常に大きいんですね、うん、政府が何ですか VC、ベンチャーキャピタルを支援してるってことですかそうですねあの韓国ではですね あの政府がお金を出して、はい、ベンチャーファンドにお金を出すファンド、うん、ファンドファンドファンドだから公的資金がベンチャーに入る、はい、スタートアップに入るそうですね,ですねだから直接入るのではなくですねはい、はい、あ直接入れるのは民間のファンドなんですうん、うん、でその民間のファンドに対して国がお金を入れると、うん、あだから間接,的にか間接的に入れるということなんですね<ー>でこのファンドオブファンドっていうのはです、ね、2005年に始まったんですがムン・ジェイン政権でこの投資額が大きく増やされたんですね 昨年から昨年前ですね、7.3兆ウ,、えー、とウォン、日本円にすると7300億円ぐらいのお金が出されてるんですが、ただですね、もちろん政府がお金出しただけではだめなんですね、うん、政府の出資が呼び水となって、うん、民間が、そうそう、ベンチャーファンドがですねお金を出してくれないとあまり意味がないんです、うん、確かにしかし韓国ではですね政府の投資が呼び水となったんですね、民間の資金の呼び水に成功しまして、ですね2021年にはベンチャーファンドは全体で9.2兆ウォン。うん ですね、だから9200億円ですからまあ1兆円近くになったんですが、ねはあ、それで2 0 2 7年はそれが4.5兆ウォンで半分ぐらいだったわけです<ー>ですから4年間で2倍になるほどです、ね、でその背景には政府の出資がわーっとその時期に増えたんで、ね、まあ民間のお金もベンチャーファンドに流入するようになったと。 いうことで、でこれによってやはりユニコーンがたくさん生まれたす。うんまあ、確かに一兆円お金がベンチャーに入ると、それはユニコーン生まれますよね。はい、そうですね、はあ。しかも実質的には、まあ一個その民間をかませるとはいえ、はい、もう実質上国のお金がもうベンチャーに入ってるっていうスキームになってるわけですね。はい、そ,うそうですね。で国がやるとですね、どうしてもですね、国はそんなに素人なんで、あ<ー>まあ,んあ<の>とんでもないところに投資しちゃったりするわけですね。そこはやはりですね、あの国もよく考えていて、うん、あのもうどこに投資するか考えるのはもうこのプロの。 ああ民間のベンチャーに目利きにやらせるやらせようと国は金は一応出すだけ国はそこに金を出すとはいはいはいいうような間接的なあのなるほどファンドオブファンズ、うん、それでうまくいってるっていって公的な金がまあある程度出てると民間もまあそこだけ金がついてるんだったらリスクも取っていくかという,ふうそういうことになります、ね、民間の金も入りやすい、はいはい、公的な金が入る分だけ。 リスクが低いわけですね。損失するなら、運営資金の半分は国が出すんだったら、自分が結局成功させるためのリスク、100%取らなくていいと。半分だけ追って、しかも VC さんはお金だけ出すんじゃなくて、ノウハウも人脈も、コンサル的な役割も果たして、育てる、出業もしてくれる、これはなかなか政府にできないことなんで、その公民。 のコラボレーションが大事なんですね,こ,ですねこれはこの辺は日本が真似できるかなと思うんですよ。まあ、まあ、間接的にお金を、まあ、入れているわけなんですが。はい、やっぱりですね、間接、間接的とはいえ、かなり政府のお金が入っているわけですね。はい、あの、それで、やっぱり批判もあるんですが、非常、うん、に。市場を歪めるんではないかというですね。あの、うん、リスクもあってですね、批判もあるんですね。うん、それでも、韓国ってのはですね。 あの日本だとどうしても批判がそれだけ出てくるとやっぱりいろいろ考えちゃってですねやら、うん、ない方がいいんじゃないかとかかで韓国はですねそれでもやると決めたらやるやると <laughs> やっちゃうんですよととにかく,とにかくもうやってだめだったらしょうがないじゃないかというやってだめだったらしょうがないとでその時、制裁変えりゃいいじゃないかとい、うん、い批判日本だったら絶対あり得ないと思いますよ批判を恐れないと 1>, 1兆円クラス数千億円の規模の公金をそのもうすごいハイリスク投資に入れるという決定は日本ができるかと。韓国はもう リスクはあるけどそこに税金を突っ込むってことも決めたわけですね、そ決断をしたと。そうですね、まあ。リスクはありますしあと、まあ、市場を歪める、うん、あの可能性もあったわけですね、うんまあ、でもやっぱりそう,そういう批判を恐れずにやってみたわけです、それが、まあ、結果的に成功したと<ー>、まあ、失敗したかもしれないんですよ、それは結果的に成功したというところでうあのスタートアップが生まれたという。とこ 実際、田中さん、韓国のスタートアップを見ていると、そのピッチなんかでもやっぱり結構にぎわってたりとか、はいはい、かなり盛り上がってたりするんですか、実際お金がついたりとかそうですね、この事例が面白いかなと思うので、ちょっと話させていただくと、そのユニコーンの中でその、まあ、ペダル民族って、配達民族っていう、まあ、日本でいうウーバーのような韓国の会社がユニコーンでいいんですけども、韓国ってもともとすごい昔から配達する文化、出前文化なんですけども。うん で公園とかハンガーの公園でみんなが注文するんで、でバイク便のお兄さんがどこに入ったときに行くか分かんないっていう,こうトラブルが多発して、であ注文相手がいっぱいうじゃうじゃいるから、うん、ど,どれなんだとそ,いいでそれでそのそのソウル市側がそのハンガーの川にそのバイクが止まるようにその数字をあの駐車場をいっぱい置いたんですね、数字1、1> うんうん、2>, 2、3、4、5。 半岸公園の一番に来てくださいっていうような、うん、そういったサポートっていうのもそのまあ国,国というか町がサポートしてるっていうような印象そのそれは日本と違うなっていうのを感じましたもうスタートアップの経済活動そのものをリアルに行政がサポートするっていうことをやってるわけですねそうですねはいあの若者の間であの反発反感的なものはあまり肌感覚で感じないですか、うん、このスタートアップ文化を大切にするというのは、うん、例えば えー、従来の産業、製造業とかサービス産業とかをまあ、内外資料じゃないんですけど、えーうん、大切にしてないというふうにも見られるかなと思うんですけどそうですね、反発は感じないですね、もうちょっと周り、周りっていうのは若い学生とかしかいないですけど、うん、そういった方たちに関しては何も反発は聞いたことないですね。の今あのパックンからあった視点ですけれども、うんその スタートアップにそんだけ政府がお金突っ込むっていうのもまあ,あると思うんですがそ普通の製造業とか町工場とか、うん、そういったところにはお金くれないのかみたいな反発は出てこないんですかね、あのーまあんまりそこまでは出てないですね、うん、実際、確かにその中堅企業みたいな概念がないから零、うんはい、裁企業か大企業しかないとなると零、ねはいはい、裁企業にお金をまくよりはやっぱスタートアップにちゃんと投資して大きくして雇用を生ませるみたいういうことですは あのまあまあ、当然、中堅企業を育てようっていう、まあ、そういった政策もいろいろやってるんですね、うん、ただなかなかあの、まあ、そっちの方はうまくいってなくてどうしても下請け止まりになってしまうことが多くてですね韓国、あんまり分厚い中小企業が、うん、まあそもそもない、はい、もんですからあ<ー>まあそうするとやはりこうスタートアップにまあかなり力を入れて、まあせまあ、要は雇用の受け皿っいうのはスタートアップはい、はい、でスタートアップだと、まああのまあ、若者の、まあ 若者も行きたいと、うん、いうことなんでやっぱり、まあ、中小、中堅だとどうしても行きたくないいっていうのがあるんですよね<ー>活力を生む経済にはなるけれども、まあ、社会政策として格差政策とにはまあかなりなるものではないし、うんはい、そこはちょっと別の問題ことですよね。はいはいはい では日本がここからどういうこと、何か学べるところがあるかというっと視点で,です、ね、皆さんにちょっと伺っていきたいんですが実際、これアジア通貨危機、まあ、韓国で IMF 危機とも呼ばれているという危機からもう立ち直ることで、うん、まあなんとか韓国、こうやってまスタートアップ増やして、まあ、経済の活力自体を維持しようと、まあ、もちろん競争社会ではあるけれども日本がもし学べるとしたらどうでしょう、田中さん、何かこの点でありますか。この韓国人の方達の方の根性というかか精,精神論から来る、うん まあ努力っていうのがもう北違いなので、うん、そこから、うん、まあ全員軍隊行くっていうのもまあねこはまた国が違うのでまあ無理ちゃ無理なんですけども、うん、なのでやっぱ朝6時から英語の塾行ってで仕事終わったらまあジムに鍛えるっていうそういった、うん、もうそういったところからやっていくもう根性根性が違うと、うん、その基礎体力っていうのとそ,そうですねこうまあ日本,日本でよくそのまあ まあある意味はまあ平和というか平和平和ボしちゃうというかっていうのはまあ日本はあるんですけども韓国はそういうのが日本ほどないのでないそういった危機感とかそういったまあ緊張感とかですね、うん、だからもう競争が激しいからやっぱもうそうやらないと生き残れないっていう面もあるわけですよね、うんうん、高橋先生どうでしょうそうですねやっぱりあの政策をどうのというよりはですね今田中さんがおっしゃられたように韓国人の文化的な気質って っっっててていいいううののでですすね、ね<ー>。やっぱりベンチャーに向るるあんよ、まあ、とにかくですね、リスクを積極的に取る印象が私は持っています、うんで。韓国人はですね、預金してコツコツと貯めていくよりですね、一攫千金狙って株式投資とかですね、<laughs> 不動産投資が非常に多いんですね、みんなやってると。それ <laughs>、うん、で、ベンチャー企業を作ることにもですね、まあ、ベンチャー企業に投資することにも大きなリスクが伴うわけなんですが、やっぱりリスクを取って一攫千金を狙うというところがですね、まあ、これが大好きな韓国人にとってはですね、まあ、 に合っているベンチャー精神みたなそうですね日本はどうしてもリスク回避的な行動とうか安全に安全に安全に元本さえ減らなきゃいいということなんですがやっぱりそこを少しそこは変わらないとなかなかベンチャーにもお金がいかないですしもう本当にまさに100投資して1当たれば。 大成功っていうことなんでなんで,で、うん、あととにかくですね韓国はですね行動が早いんですね韓国人というのはですね、うん、まあとにかく失敗も多いですねわり、はい、<laughs> 失敗も多いんですけど行動が早くてですねベンチャー企業っては即断即決してですね ビジネスチャンスを逃さないというスピード感というのは大切だと思うんです。うん、日本人はじっくりじっくり考えて、ね、立ち、まあ、止まって考えです。立ち止,止まったままですからね。<laughs> そういうところでビジネスチャンスを逃してしまうというところもありますので、うん、まあやっぱりあのまあ、とにかく走り出す韓国人はですね、うん、ベンチャー企業を創業するのにも、ね、る投資するのにも向いてる,とい,いてるというところがありまして、はい、やっぱりその辺の気質の問題がありましてですね、まあ、国の政策を変えたからじゃあ一気に あの日本もベンチャーが、うん、あの花開くかと,というわけでもないそんなではないですねが僕は日本の穏やかさが大好きです <laughs> <う>ガつガツしてないところが大好きなのですよ <laughs> さっきめっちゃ田中さんにあなたなんでグロースするようにしなかったの <laughs> <や>みたいにビジネスチャンスを見逃せないという文言に田中さんの耳が痛いと思うんですよ。<laughs> 闇言われてるんじゃないかと思ってると思うんですけど <laughs> ゲストで出てもらってるのにすごいす <laughs> <laughs> まあ日本の皆さんのねそのビジネスチャンスに対する敏感さはぜひ上げてほしいです、うん、で韓国間ドリームというちょっとふざけた言い方あったんですけどそういう一攫千金じゃなくてもいいけど成功したい、うん、ちょっと頑張って ものすごいものを作りたいというこの熱さはもう少し日本人の若者に感じたいんです,です田中さんはちょっと、ね、あの意地悪な言い方をしたんですけど成功していると思うんですよでもせっかく身につけたあのそのビジネスチャンス目をつけたから例えば日本のスーモーさんにお話をかけて、うん、韓国やろうぜ <laughs> で具体的アドバイスはい <laughs> う動きをつければよかったなと思うんですううスーモーさんも動けばよかったなと思うんですよ、うん、この内需で 満足するんじゃなくて、うん、世界に目を向けて世界規模のビジネスチャンスをつかむようにしていただきたい、うんはい、それがまあ希望ですでもできるなら穏やかな国民性を保ちつつでも,あのでもさっきあの高橋さんおっしゃってたそた本当に一攫千金で競争という話でいうとわれわれがネットフリックスで見たあのイカゲームの世界というのは、うん、あ生地エンタメだからとっ,ってこう侮れるものではないのかもしれないですね。もしかしかたら やっぱああいうそのなんかで残酷さというかまあ勝ち残さなきゃいけないっていうのは実際にまあそういうのがあるからこそああいうエンタメが出てくるっていうかまあ日本も「ね怪っていうあの漫画があるんですけどあそこまで怪ジがあるからあそこまででで行っって欲しかったんですけどねでも日本も世界に通ずるそういうい文化というか文化的コンテンツ。 も、うん、もうっっと作ってほしいですよははしで昔は日本も、ね、そのぐらいがつがつ感あったんですよ、すよね、そう戦後とかは。こうなると一回こう危機に直面してみないと残念ながら変わらないの,ものは変わらないのがあるのかなという,いう気もしますすかねねそうです、ねうん、やっぱりあの韓国というのは最初からここまで競争が激しかった,、うん、ったわけじゃなくてもともと気質としてはリスクを取るというのはあったんですが。 ここまで競争は激しいわけじゃなかったんですね。九十七年で、大きい十七年で大きく転換した。別の国になった。みたいな。別の国になった。だから韓国の場合、本当にあの I. M. F. 以前、以後。っていうのですね。そういう言い方をよくするんです。I. M. F. 以前はこうだったと、以降はこうだったと。いうことですね。まあ、本当にパラダイムシフトっていうかですね。そのぐらい大きく。世の中変わったんですよね。なるほど。まあ、本当大ショックだった。大ショックだったという。I. M. F. の愛はいかの愛ですよね。いかの愛。いかの愛。 ということで議論してみたところ、韓国の強さというのは97年より前と後で国が変わったということだったんですね。ということで田中さん、今日はあの本当いろいろとあのお話聞いてきましたけど、ぜひあの今日パックンのあのお話もありましたけれども、今後もちょっとあの <laughs>、はい、本当グローツを目指して成長を目指して頑張っていただければと思います。<laughs> はい、頑張ります。ありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。先生もありがとうございました。したパックンもありがとうございました。 とということでまた世界経済次回お会いしましょう。さようなら。